シアゴ・フェリペ・サントス・ダ・シルバは、ブラジル・サンパウロ州・サンパウロ出身のプロ野球選手。ウト右ミギウチ。現在は、メキシカンリーグのドゥランゴ・ジェネラルズ所属。台湾球界での登録名は、関川原。2003年までは、ブラジル国内でプレーしていた。2004年、台湾の野球リーグである、中華職業棒玉大連盟の誠対コ・ブラズに、入団した。しかし、 一年で退団した。2005年にイタリアのレンジャーズレディプーリアに入団した。2006年限りで退団した。2007年にマリーナ・ウェーブスに入団した。この年限りで退団した。2008年にはセリエー所属の T&A サンマリノに入団した。この年は16試合に登板し4勝4敗、防御率1.92を記録した。 2009年開幕前の3月には第2回 WBC のイタリア代表に選出された。シーズンでは14試合に登板し9勝1敗、防御率1.10を記録した。2010年は14試合に先発登板し8勝4敗、防御率2.23を記録した。2011年は14試合に先発登板し7勝1敗。 防御率2.74を記録した。2012年は13試合に先発登板し6勝1敗、防御率2.09を記録した。2013年開幕前の3月に第3回 WBC のイタリア代表に選出され2大会連続2度目の選出となった。シーズンでは11試合に先発登板し7勝1敗、防御率1.90を記録した。 この年限りで退団した。2014年からはメキシカンリーグのシューダーデルカルメンドルフィンズでプレーする。この年は51試合に登板し7勝4敗、防御率2.07を記録した。当期にはリーガベネソラーナでベースボールプロフェッショナルのレオネスデルカラカスでプレーしている。2015年1月31日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。 5月14日に前年所属していたメキシカンリーグのシューダーデルカルメンドルフィンズに派遣される。2003年に行われたアイブフワールドカップにはブラジル代表として参加している。イタリアのパスポート取得後はイタリア代表でプレーしている。WBC やヨーロッパ野球選手権大会、アイブフワールドカップなどの国際大会に参加している。ありがとうございます。